デオ釜玄、よろしくお願いします。おはようございます。今日はですね、目まぐるしい内容のザバーンでしたね。結構いろいろ内容がいっぱいあって、その100キロウォークのお知らせがあったり、武田バーベキューさん電話つないだり、あと、リファちゃんがね、こうスタジオで歌ってくれたりとか、いろんなことがありましたね。まずこちら行きましょう。これ、コウタロウのパパ、そう、アマゾンのセールやってるから、アニサキスライト安いのか高いのいろいろあるけど、どれがいいかっていうことで、僕はハピソンのアニサキスライトを使ってるんですけど、それをおすすめしたんですね。したら、隊長、早朝よりポチりました。ハピソンのアニサキスライト。アマゾンの執行ポイントがあり、3800円で充電タイプを購入しました。いろいろありがとうございました。もう即ポチしていただいてよかったです。ありがとうございます。あのね、そう、多分、3800円ではなくて、多分ね、充電式のやつは、5000円だか6000円だか、そんぐらいの値段だと思うんですけど、ポイントを使って3800円で買えたってことね。これいい買い物ですね。そう、僕はね、乾電池式のやつを使って、それを充電池を入れて使っているんですけど、それのね、新型が充電タイプ。うん、いいの買ったと思いますよ。これで、なるべくこう、アニサキスいる場合は探してね、取り除いて。まあ、いない場合もこう、照らしているかな、いなかったらよかったっていうことでね、安心して食べられると思います。これは、おめでとうございます。ちょっとね、なんかいいのを見ちゃうんだろうな、今日明日。なんか狙ってるのあります？モーリーは。炭酸水とか。炭酸水ね、いいね。あ、俺、欲しい。うん、昨日ポチったわ、炭酸水。でも、プレゼントもらってたじゃないですか、ソーダストリーム。あ、ソーダストリーム。そう、ソーダストリームもらったでしょ？使ってますよ。ソーダストリームで作る炭酸水と、市販のボトルの炭酸水は、炭酸水の質が違うんですよ。何が違うんですか？なんかね、ソーダストリームで作る炭酸水は、泡が、でかいの。なんか飲んだ時の泡の出方がでかいの。で、市販の炭酸水は泡が細かいの。で、強さは、ソーダストリームは何回も押す、長いこと炭酸ガス入れれば、やっぱ強くなるんだけど、泡がでかいの。あ、それは小さくはできないんです。小さくはなんない。炭酸は強くなるんだけど、泡はでかい炭酸が強くなるとか、なんか不思議なんだよね。なんかね、それどうしようかな、調べたら、市販の、細かい泡の炭酸水はなんかナトリウムが入ってるとかいう、その方が炭酸が溶けやすいとからしいんだよね。でも実験してもいいかもね。ちょっと塩をちょびっと入れて炭酸ソーダストリームやるとかやってもいいかもしれないけど、でまあ使い分けですよね。まあ両方楽しんでます。炭酸水も買ってます。はい。何が欲しいですか？ん？今回何が欲しいとか。何が欲しいとかあんまないんだけど、見て、あっと思ってポチっちゃうから危ないんですよね、アマゾンのセール。そうなんですよね。皆さんも気をつけてください。これ行きましょう。伊勢原市のペイペイペイ。ただいま、スタート地点の小田原へ若干緊張しながら小田急線に乗って向かってますっていう。だから100キロウォーク参加されるっていう方ですよ。すごいよね、100キロ挑戦。横浜を越え、お台場まで行けるのか。初参加で F 横の特番を聞きながら頑張ります。雨が降りませんように。これから天気崩れるっていうから、100キロでしょ。だからその24時間ないし26時間でさ、このゴール目指すっていうことですから、100キロ歩く。途中雨降ったらしんどいぜ、これ。皆さん、ちょっとほんと頑張ってください。もう気合で乗り越える。ほんと体やばいと思ったら多分リタイアしてもいいと思うんだよね。うん。したくないと思うけど、もちろんね、乾燥するつもりでやってると思うけども、乾燥？乾歩？乾歩っていうの？頑張ってください。もう体を大事になさってくださいね。ほんとちょっとこう F 横を聞きながら、行けるとこまで行って応援してます。ありがとうございました。こちら行きましょう。そう、リファちゃんが、チキチキボーンを炭火で炙って食べるともう最高っていう話してましたが、富谷のしゅうちゃん、じゃがりこチーズを炭火でさらっと炙って食べてみてください。すぐに焦げるのできつね色になったらすぐです。食感がさらに良くなり、チーズがさらに香って最高っすよ。イメージできるね。できるよね、これね。ポテチ炙って食ったことないですか？ない。
ポテチもね、ちょっとこう、いい感じにこう、油がこう、ちょっと焼けるぐらいまでやると、やっぱ香ばしさアップなんだよね。これうまいんですよね。ポテチいろいろやってますよね。ポテチは炙って焼いたり、燻製したり、いろいろやってますけど、ちょっと僕やってないですけど、やりたいのが、ポテチをもう一回現場で揚げるっていう。ポテチの、ピザポテトをアヒージョの油につけるっていう、もうあれはもう大ヒット中の大ヒットでした。もう、ハイカロリー。じゃがりこもやってみたいと思います。ありがとうございます。こちら行きましょう。おこたんぺ。10月らしからぬ天気に体調崩していませんか？さてさて今日は密かに楽しみにしていた釣り友二人が幹事の下手の釣り大会なんです。幹事の一人の親御さんが米農家をしていて、今年も美味しいお米ができたからと、優勝、準優勝、3位、そしてブービー、あと数釣り賞にお米を進呈してくれたんです。そう、太っ腹ですね。優勝でなくてもお米が狙えるって嬉しいじゃないですか。なので、この日のために、妻に内緒でワンフグ用の竿を買っちゃったんです。きっとバレてないはず。お米もらえなくても、この心意気がとても嬉しく思い、地元で有名なおせんべいを3枚ずつを3セットを早掛けしようか何かに使ってもらおうと購入しました。いや、楽しみだなぁ。早く寝れるか心配です。ってこれ昨日のね、お昼過ぎ、1時ぐらい送ってくれてるね。もうこの時間からドキドキなので仕事が終わったらサクッと飲んで早く寝ようっと。だから今頃その釣りを楽しんでいるってことですよね。このさ、仲間内の大会、プチ大会みたいなこの船を仕立てで、まあ、貸し切ってやるってとっても楽しいと思うんですけど、こうやってね、お米いただけるって最高ですね。そのためにワンフグ用の竿を買ってますから。だからまあ、予算的にはもうすでに赤字ではあるんで、ね、米買ったってなっても、まあ赤字ではあるとは思うんですけど、それを言い訳に買うってね、すんごい楽しい。やっぱ思い出作りに行ってるわけですから、これでいいんですよね。何買う今日のセール。アマゾンのセール。ちょっと、まだですか。何買おうかな。もういい加減物増やしたらちょっとダメな気はするんだよな。だ消耗品はいいですよね。そうやって消え物。食べ物、飲み物とかね。じゃあ最後これ行きましょう。ラジオネームキックニャン。釣りでの悩みについてモデル経験のある隊長にお伺いしたいのですが。釣れた時、よく船の人に写真を撮られてインスタとかに載せたりしてますよね。エマタンや忍様の可愛いお姿もよく拝見するんですが、これ釣りがあるたちですね。釣りって朝早いのですっぴんなことが多いし、釣ってると海の風で髪の毛はボサボサになるし、移動中に海水を浴びたりして撮られた写真はいつもひどい状態でインスタで見るような可愛くイエーイなんてかなり難しいです。女性アングラーさんたちは写真を撮る前に化粧直しとかをされていますか？どうしたらよく写ることができますでしょうか？教えてください。聞くにゃん。これね、エマタンとかしのぶ姉さんとかね、こう名前出てきたんで、さっきちょっと本人の話聞こうと思ってエマタンに LINE してみたんです。帰ってきませんだから釣り行ってんすかね。でその感想、エマタンは即レスしなかったら海にいると思ってくださいみたいな、そういうのも書いてるぐらいなんで、多分今ロケとかやってんのかもしれないですね。うん。で、これさ、もう答え出てんですよ。このメッセージの中に。釣りは朝が早いからすっぴんなことが多いしって書いてるでしょ。これなんじゃないですか。釣りガールたち、釣りのロケとか、ね、一緒に行くと、やっぱもう、バシーッとすごい、もう最初からもう完全装備なんで、おぉ、だから多分朝早く起きてんだよ。さらに早く起きてんだよ。で、こうやって、ね、日焼け止めとかも絶対塗ってるだろうし、もうすごくもうバシッとこうね、やってから、おはようございますって来るんで、もう釣りの前から始まってるんですよね。だそのやっぱ努力はあると思いますね。でも、その、写真っていうことに関して言うと、釣れました。じゃあ、写真撮りますって時に、やっぱね、こう、角度決めてると思うみんな。俺とかも、ってただやってるけど、ね、よくモーリー写真撮ってくれるけどさ、とかやってるけど、
多分ね、最低限光の向きとか考えてると思う。こっちから光あるよってなったらこう、じゃあちょっといい角度こう、じゃあそっちから撮ってつってこう、もしくはこう逆光で撮って明るくするとか。あの、そう、あのね、写真テクニックで言うと、逆光で撮る方が綺麗に顔映るんですよ。逆光で、顔真っ暗になると思いきや、顔に合わせて明るさを上げるんですね。そうすると、髪の毛が後ろから光が当たって、ちょっとファーって光るんですよ。だから逆光なんです。ポートレートの基本逆光なんです。順光だともう、バーって光が当たって、で、目もこうなるんですよ、眩しくて。なので、逆光。逆光の露出ちょっと上げっていうのはあのやっぱいいと思いますよ。で、できれば後ろはぼかすみたいな、そんぐらいの基本的な、そのでもポートレートモードで撮るっていうのはやっぱ大事ですね。大事。あの風で髪ボサボサちょっとしょうがないのもちょっとこう風浴びながらこうこうだと厳しいからやっぱこうあとね、たくさん撮ってると思う写真。それはある。一枚だけとかじゃないかもしんないけど、だからその船長が、撮るよ、はいはい、チーズとかやるときはもうほんともう気合い入れて、もう気合いで撮ってると思いますけど、自分で撮れた写真ね、こういうのとかあるじゃん。こういうのとかもう結構、なんかもう、こっち向いたりこっち向いたり、いろいろやってると思うんで、あの、努力してます。キクニャンも、あの、そこ、集中して、極めていただければいいと思います。もう、みんな、ね、いきなり極まってる人いないですから、徐々に、うわ、ね、こう、練習を、ね、重ねて経験積んで、いい感じになっていくと思うんで、キクニャンも素敵な戦場、超過写真、撮ってくださいね。応援してます。ビデオカマゲンでした。